いいねいいね、上がってってる。お、マリー見つけた。何？ムチルちゃん、ヒカルちゃん、どうしたの？お誕生日おめでとう。誕生日か。そうかそうか、いつも忘れてるわ私も。これプレゼントなの。気に入ってもらえるといいんだけど、後でそっと見てくれる？うん、後でいいの？え、嬉しいな。なんだろう、プレゼント何くれたのかな。どれどれ、ドライフラワーのボトル。え、めっちゃおしゃれじゃん。お部屋に飾りたいねこれ。わあ、華やかなお花がいっぱい。ボトルもすごくかわいいな。花言葉とかいろいろ引っ掛けて選んでくれてない？多分きっと。どんなお花だったんだろうね。あ、え、今年こそはミノルくん来たでしょ。こんばんは。こんばんは。ミノルくん、どうしたの？どうしたのって、自分の誕生日忘れる子いないでしょ。前日まで忘れてた。ミー、ハッピーバースデー。嬉しい。ありがとうミノルくん。それとこれプレゼント。いや、3年目にしてようやくミノルくんにもらったよプレゼント。わあ、ありがとう。開けてもいい？いや、後で見て。え？反応見るのマジで緊張するし。わかった。じゃあまた学校で。おやすみ。おやすみ。ありがとうね。やった、プレゼントもらえた。何くれたんだろうね。見てみようぜ。デザインバングル？え、これもしかして着替えれる？おしゃれなバングル、さすがミノルくん。今度のデートでつけよう。七つ森くんがくれたバングル見たい。どれ？これ？かわいいじゃん。え、嬉しい。ありがとうミノル。お、見つけた。見つかった。ミノルくんどうした？今度の日曜日、予定空いてる？空いてるよ。空いてる空いてる。週末フリマだろ。ああそうね。一緒に行ってみないか？行く行く、行こうね。よし、当日はどうする？じゃあ公園入り口で集合ということで。 OK、 日曜日寝坊しないように。はーい。あ、そういえば、あ、三影先生の誕生日か。これでもあげない方がいいのかな。いや、もうあげとくか。3年間ね。3年間っていうか1年目あげてないわそういえば。お、手作りのモーリーワッペン、サンリッチ。これでしょ。サンリッチだし、これが正解なんだろうね。持っていこう。先生、おたおめ、ハッピーバー。来たな、待ってました。いやー、もう待つようになっちゃってるよ、先生。ふ、お待たせしました。お誕生日おめでとうございます。これプレゼントです。ありがとう。で、なんだよ、何選んでくれたんだ？開けてみてください。どうかな？おお、わかってるな。さすがだ。めちゃくちゃ嬉しそう。本当ですか？よかったです。ありがとうな。ずっと教卓の上に置いて授業するか？それはちょっとまずいんじゃない？何これってなるでしょ。それじゃ目立ちすぎですよ。じゃあ家に持ち帰って一緒に寝るか？いやいやいや、何一緒に寝るって。とにかくすごく喜んでもらえた。よかったよかった。面白いね先生ね。これで行くか。すごい格好だけど、バングルつけて行こう。ちょっと早かったかな。あ、でも遅刻しなくなったね私。一時期遅刻しまくっててイライラしてたわ私が。ミノルくん早いね。よよ、ずいぶん早いよね。まさか寝てないとか？寝てない。そっかそっか。ん？なんか同じ会話だね大体。俺たちラブラブですな。自覚してんだ。自覚しててこれなんだ。あ、それ気に入ってくれたか？あ、気に入った気に入った。うふ、だからつけてきたんだよ。そう、ミノルくんからのプレゼントどうかな？かわいい。
あんたのことだけを考えて選んだんだし、当たり前か。え、嬉しい。ちょっと照れちゃう。でもミノルくん嬉しそう。つけてきてよかったね。欲しいものの目的がなくても楽しめるフリマの醍醐味だな。そうね。掘り出し物探そっか。うろうろすんなよ。わかったわかった、大丈夫だよ。大胆。あんたなんか見たいもんある？あ、見たいもの？ミノルくんが見たいもの、日用雑貨、古着とか興味あるかも。ミノルくんが見たいものか。自分がなさすぎって怒られないかな、これだと。古着とか興味あるかも。いいね、俺も手伝う。あんたに似合うレディースヴィンテージ本気で探す。やった。あ、バッチリ好印象だって。人が多い。人が多いね、仕方ないね。ミノルくん、あんただから許してるんだぞ。やっぱ髪を触られるの嫌なんだな。時間まだ大丈夫ならもう少し付き合ってくれるか。よしよし、追加デート来た。大丈夫だよ。よし。え、かわいい。いつもかわいい、これ。キス。あんたからしろ。毎回これ言われるとちょっとビビるな。あんまり言わない方がいいよ、七つまりくん。まあ私にしか言ってないとは思うけど。え、何？それさ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、何？マジであんたによく似合ってるよ。うん。うん。俺、天才。うん、一応記念撮影しといた。え、これ何？何したらいいの？これ触ればいいの？ん？ん？あ、これか。こういうこと？はいはい、チョンってことかな、これ。なんだ？なんだ？私がこれなんだ？なんだけど。出てくるハートに合わせればいいのかな？こういうこと？はいはい。これ成功？落ち着け。落ち着いてる。落ち着いてるんだけど、このゲームのシステムわかんない。これ何？で、ここは引っ張るのね。手震えてるぜ。いや震えてないよ、落ち着いてる落ち着いてる。無邪気ってマジ怖いわな。いやでもこれ触りまくってるから、七つ森くんからしたらなんだこいつってなってるよね。よいしょよいしょ。でこうか。待て待て。これ合ってんのかな、合ってんのかな、これシステム上。こうか。ああ、うん。あ、でも笑ってくれてる、七つ森くん。まあ、ごめん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 。左下のが残りの命みたいなやつかな、多分。違うかな。あ、もう好きにしろ。好きにしていいらしい。あんたも好きだね。ま、俺もか。え、何このイチャイチャタイムみたいなの。もう少し、うん、一緒にいたい。あ、もう少し一緒にいたい。よかったよかった。嫌がってはない。急がなくてもいいだろう、もう少し。なんか急にハートの数増えたな、下の。もうでも暗いよ外。え、これさ、触ったらいいの？何？何？こっちが何なんだけど。よいしょ、こうかな。うわ、そこはダメ、ノーだ。どこ触ってんだよあんた、気をつけなよ犬丸。またそれ。いやいや、指示された通り触ってるんですけど、こちらは七つ森くん。挑発的。これって乗るべき？乗ったらまずいんじゃないか。よいしょ。はいはい。あしらわれてる。何？もっとこっち来て。なんか近づいていいよって言われてる。こっち来てって何なんだ？やめなさいって。とは言いつつ嫌がってないのよねこれ。ほいほいほい、やば。ちょっと待って、頭ぼーっとしてきた。大丈夫か？はあ、もうダメかも。これ大丈夫？心臓爆発する？左の七つ森くん真っ赤っかだもん、だって左上のやつ。もっとすればいい。え？来い。どっち？
ちだろ、どっちだろ、これやって大丈夫なのこれ。ほい、わ、そこはダメ、ノーだ。だからもうダメだって。真っ赤っかになってきてる、吹き出しが。大丈夫かなこれ。おう、キラリン、何、うん、何これ、ハートがすごいいっぱい出る。たく、何これ、何これ、やばいって。なんだこれは。襲われたいわけ、やば、終わり、終わりって言ってる。何これ。ちょ待て、何それな、恫喝とろくなことにならないぞ。いや、あの指示に従ってるんです、犬丸の私は。え、まあもう無意識が一番危ねえよ。いやでも実際こんなベタベタされて何とはなるよね、付き合ってもないのにね。いいか、女子が男子をむやみに触らない。いやこれはマジで本当にそう、まあ、逆もそうだけどね。はい。これね、今注意されたけど多分めちゃくちゃ触ると思う、今後も。ごめんね、うん、そんな風に落ち込まれると俺の方が悪いみたいだし。いや私が悪いんだよこれ、100で私が悪いんだけど。別に俺はいいんだけどさ。いいんかい。むやみに無邪気に誰にでもはダメだ。誰にでもはしないよ、するやつだと思われてるの。そっちの方がショックなんだけど。うんうん、わかればよし。じゃあな。これ七つ森くん残りの1年間すごい悩むだろうな、私の行動で。なんかこいつはめちゃくちゃ触ってくんだけどってなるだろうな、かわいそうに。残念だったな、私に好かれて。怒らせちゃったみたい。怒ってはないと思うよ、注意してくれてるんだろうね。あ、氷室くんだ。氷室くんも名前で呼べんじゃない、もしかしたら。祈りくんって呼んでみるか。祈りくん一緒帰ろうよ。祈りくん、今から帰るんだ。うん、そうだよ。あ、名前呼び OK だこれ、よかった、断られなかった。よかったら一緒に帰ろうよ。いいよ。やった、じゃあ行こう。もうすぐ体育祭だね。それが、え、楽しみじゃないの、頑張ろうとかないの。適度には。そっかそっか、運動できるんだから頑張ればいいのに。目立つのめんどくさい。絶対いじられるし。あー嫌なんだ。いじられる、氷室なのに運動できるんだとか、勉強だけじゃないんだとか。教頭の存在がでかすぎるんだな、祈りくんの中で。一体どこから運動できないキャラが定着したわけ。確かにね。まさかレイチさん。まあだと思う。そういえば氷室教頭って運動得意なのかな、どうなんだろう。わからないけど、今思えばレイチさんが走ってるところ見たことない。あ、そうね。学校ではもちろん、親族での集まりの時ですら全くないの。廊下も絶対に走らないもんね。もしかしたら体育祭で見られるかも。ああどうなんだろう。なるほど、なんとかして走らせてみるか。走ってくれるかな。違うとこにやる気出しちゃったみたい。いいんじゃない、全くやる気ないよりはいいと思います。ああちょっとだるいよな、屋上で一息ついてこよっと。ああ屋上、いいじゃんいいじゃん。うん、少し疲れてるのかな。ああ疲れてるのかも。こら、え、何、七つ森くん、あ、みのるくん。ちょっと待って、みのるくんって呼び慣れてないわ。顔色めちゃくちゃ悪いじゃないか。ああ、気づいたの。たく、近い。え、ちょっとなんか目立つの嫌だとか言ってんのに学校でこういうことしてくんの。わお、熱はないな。単純に疲れてるだけだと思う。ノルくん周りに人が。いいからじっとしてろ。
え、いいんだ。これよく見たら私胸の前で手をこう押さえてるね。緊張してるんだろうね、私も。バカ。うん。無理しすぎなんだよ。ごめんね。俺も人のこと言えないけどさ。そうね。疲れた時はちゃんと休め。ありがとう。ちゃんと休みます。うん。自信ない返事。結構ストレスギリギリまで溜めながらやってるからな。いいか、これは俺の命令。わお。無理は厳禁。今日はおとなしく帰ること。じゃあ早く帰るか、今日は。はい。手大きかったな、ミノルくん。約束だぞ。わかった。あんたが元気ないと俺までへこむし。わかったよ、ありがとうね。ふふ。それと。何？それと？周りの視線がすごいんで。いやいや、それはそっちのせいでしょ。私のせいじゃないけど。急いで。でもなるべくゆっくり退散。行くぞ。行くぞとうとう学校でもイチャつくようになってた。わー、ミノルくん。すごいイベントだった。臨海公園だったっけ、なんか恋占いみたいなのができるって言ってたとこあるじゃん。ちょっとそこにミノルくん誘ってみたいな。行けそうなとこ全部デート行っときたいんだけど。6月11日に臨海公園行かない？行くよ。やった。じゃあね、また羽ばたき駅に集合ということで。あ、よろしくね。お待たせいたしました。ミックスサンドと野菜ジュースです。ふう、今日は少し忙しいな。あら、繁盛してるんじゃない？すみません。あら、七つ森くんだ。お待たせいたしました。待ってないし。ふう、そうなんだけど、一応ね。すっかり板についたな、喫茶店のウェイトレス。うん。ありがとう。ミノルくんもいつもご来店ありがとうございます。まあ、大半は仕事でなんだけど。いいよ、それでも。でも大切な常連さんだよ。毎度ありがとうございます。わ、ハート使うようになってる、犬丸も。うわえ、ホットのおかわりください。え、かわいい。翻弄し始めてる、お互いに。お、今日は体育祭、頑張ろう。さてと、競技はね、参加してないやつに今年は参加して終わろうかな。玉入れやってないよね。玉入れにします。うん、玉入れに出よう。私のチームは、お、み、七つ森くんだ。同じチームみたいだぜ。頑張ろうね、一緒に。みのろくん、よろしくね。期待に応えられるか自信ないけど。いやいや、頑張ろう、一緒に頑張ろう。二人で頑張ろうね。二人で、お、やるぞ。やる気が急に出てきたら、よし。勝敗よりもみんなで楽しみましょう。あら、みちるちゃん、確かにね、楽しくやろうね、お互い。よーい。お、三影先生が敵か。頑張ろう。はい、よ、はい、おりゃ、よ、よ、入るか、はい、ロックオン、よ、よいしょ、はい、ロックオン、任せて、ロックオン、任せて。すごいロックオンが聞こえてくる。ギアー、よいしょ、ロックオン、任せて、ギアー、ロックオン、任せて、それ、ロックオン。お、これどうなった？あ、勝ってる。ちょっと待って、七つ森くんのロックオンがうるさすぎて。勝利、うん、俺らには誰も勝てねえよな。やったぜ。ちょっと待って、もうロックオン、ロックオンがずっと耳に残ってるんだけど。やったね、みんなで頑張った甲斐があったね。やった。次は2年生男子による綱引き団体戦です。あ、2年生いのりくんか。頑張ってね。あ、いのりくん、綱引き参加するんだよね。残念ながら2年男子は全員参加。そっかそっか。今回参加者に1人欠場が出ましたので、急遽代打として氷室教頭先生に参加していただきます。あ、教頭来るって。おい、マジかよ、まさかの氷室っち参戦。氷室っちって呼ばれてんの。嘘、
でしょ。え、この顔めっちゃ可愛い。困らせたい。氷室先生が綱引きに参加？おお。正式に。並ぶと確かにちょっと似てはいるかもな。アナウンスの通りだが、諸君は私に遠慮することなく全力で取り組むように。だって祈り君頑張ってね。なんでレイチさんじゃなくて教頭先生なんですか？うん、先生なら他にもいますけど。確かに。クラス担任を受け持つ先生では公平性を保てないためだ。そっかそっか。質問は以上か。では各自位置につくように。頑張れ祈り君、応援してるよ。しかもよりによって敵チーム。敵なの？なら頑張ったらいいじゃない、倒せるよ。祈り君頑張ってね、倒せ教頭。はあ、やるしかない。頑張れ頑張れ。位置について、よーい、始まった。すごい白熱してる。祈り君と氷室先生はいた、端と端、まるで二人で戦ってるみたい。なんだこの絵は。祈りくんが赤組で氷室教頭が白組かなんかなんだろうか。敗北を恐れるな、思い切り引き勝利をつかめ、それが綱引きだ。結構涼しい顔で引いてるね二人とも。そうだ、このまま引っ張れ、引き続ければ絶対に負けない、それが綱引きだ。頑張れ頑張れ。会話してる？いや会話はしてないんじゃない？あんな格好で参加したことを後悔させるぞ。確かにスーツで参加してるもんな。めちゃくちゃやる気出てるみんな。この程度か、このまま一気に決めるぞ。これどっちが勝つんだ。氷室テレパシー、2人のおかげで体育祭は大盛り上がり。あ、まあ盛り上がってんならいいか。でどっちが勝ったの？結果は引き分けなことある？綱引きで。でも面白い試合が見られたな。白熱したんだ。あ、祈り君お疲れ。惜しかったね。こんなはずじゃなかったのに。勝負がつかないとなるともどかしいな。まあ祈り君は来年もあるからね。来年こそ絶対に勝つ。頑張ってね。来年も氷室教頭が参加？卒業後だけど観戦したいかも。見に来よう。あ、フォークダンスか。そろそろ始まる。次は？あ、ミノルくん。ミッションクリア。何？ミッション？体育祭は好きじゃないけど、これだけは外せない。で、両方貸して。あ、ノリノリで踊ってくれるんだ。嬉しいね。次は？あ、まあ三影先生だよな。男子が足りないっていうのは建前で、やりたかったんだよこれ。本当はね、参加したかったのね、こういう青春っぽいことにね、きっと。よかったですね。まあな、聞いたところによると氷室教頭も昔参加してたらしい。あ、そうなんだ。じゃあ怒られないね別に。そうなんですか。だから教師が参加するのは恒例みたいなもん。そっか。はい、よろしくお願いします。次は？あ、イク君、本田君。もし足踏んだりしたらごめんね。俺のことはいくらでも踏んでくれていいから。なんで踊れない前提なんだろう。私多分そこそこ踊れると思うよ。これで終わりかな。いやー、充実してたね。氷室対決も見れたし。ハズキティで行くか。どうかな。氷室くん、まだ来てないの？遅いパターン久しぶりだね。あ、これ。ナンパか。向こうの世界行くのか？なんだこいつ。なんだてめえ。え？うわぁ。かわいい。私ここで待ち合わせしてるんです。なんかこの土っていう感じみたいなネックレスを、こう、手で遊んでる感じ、何これ。
俺も。え？あ、誰だお前。ミノルくん。え？助けに来てくれた。遅れてごめん。で、こちらどちらさん？いや、知らない人だよ。知らない人。そっかそっか、偉いぞ。知らない人には絶対ついていっちゃいけない。そうね。ん？ありがとうね、助けに来てくれて。俺の後ろにいな。ありがとう。誰も知らない世界に興味ないのか？興味ないよ。ああそうだ、オタクはもうこの子に用はないっすよ。ん？よいしょ。ちょ、あんた何やってんだよ。は？俺らこれからデートなんで。お、さよなら。さよなら。ん？ごめんね、もうちょっとなんか別れ際寸前の女にナンパして。こんなに震えて。私震えてんの？震えようと思ったけど震えらんなかった。あと私多分ナンパ一人で撃退できるタイプだから大丈夫だけどね、助けに来なくても。興味ないってか、聞いてねえ。ミノルくんありがとう。お礼なんかすんな、俺が遅れたから悪いんだし。あんな安っぽい輩に。優しいね。本当にごめんな。いやいいよ。じゃあデートしましょう。デートしよっか。行きたいところがあるからさ、ここ行こうよ、ミノルくん。え、あそこってデートスポ？いや、なんでも行きましょう。いや、さっきまで自分でデートだっつってたじゃん。ん？なんで急に恥ずかしがんのよ。いいよ、4日かっても。いや、だって4日かってもいいっていうのにデートスポットに行くのは恥ずかしいの？もう分かんないよ、加減が。あ、来た来た来た、オブジェに触れようぜ。どうかな、なるかな。よし、触ってみよう。幅学出身の芸術家ってさ、うん、天才の域超えすぎてて異次元レベル。わかる。これ触ればいいのかな。あ、なってるなってる。なんだ今の。なんかこれで相性占いみたいなのができるって言ってなかったっけ。笑ってもいいとこ、芸術。やばやばな、これどういうつもりで作ったんだろう。やば、癖になりそう。これ選択肢合ってた？あ、バッチリ好印象なんだ。でもこれどういう仕組みなんだろう。何？なんでこれを作ろうと思ったんだろうね、これ。不思議だわ。もう髪飾り触ろう。本気になるぞ。ここではまずい。あ、楽しめたか、今日。楽しかった楽しかった。俺は最高だった。よかったよかった。ちょん。ん？ん？よいしょ。ほいほいほい。はい。これなんか難しいんだけど、これ合ってんのかすらよくわかんないや。おお、キラリン。いけー。やばいって。襲われたいわけ。うわ、すごいこと言ってる。終わり。終わり。終わりが毎回かわいいね。待て。はい。何でしょうか。前に俺が注意したこと。はい、言って。復唱しろって言ってる。むやみに人を触らない。違う、そうやって無邪気な顔して女子が男子の体を触るな。うん、はい。あ、でも俺はいいって言ったか。俺、あ、思い出した。それだな、ややこしい言い方がいけなかった。つまりだな、うん、スキンシップはいいんだけど、どうこすと俺もほら妙にドキドキするし。いや、でもどうこしてる行動そっちもしてるくない？私だけが悪いのこれ、自覚ない？さっきみたいにとどめっぽく触られると俺の中でなんかが壊れそうなんだわ。とどめっぽくってなんだ？私気をつけるからごめんね。絶対気をつけないだろお前、知ってんだからな。いや、言いたいことをちゃんと伝えられない俺も悪い、うんうん、ごめんな。かわいそう、ミノルくん。かわいそう。
私に好かれたことを後悔するしかないね、もうこれは。あ、ヒカルさんだ。あ、ヒカルちゃんのこともヒカルちゃんって呼びたい。ヒカルちゃん、喫茶店寄ろうよ。ねえねえ、ヒカルちゃん。お茶して帰んない？マリーにお茶誘われちゃった。あ、これいい感じ？行きたい行きたい。いいよ、行こう。恋バナしちゃおう。あ、恋バナしよう。やったー。初めて一緒にお茶しない？これみちるちゃんとは何回かお茶したけどね。ところでひかるちゃん、なに？まあ無難に好きな食べ物から行こっか。ひかるちゃんはどんな食べ物が好き？おいしいもの。何でも食べるタイプ？そうだけど大好物とかってある？へえ、改めて聞かれると、はあ、出てこないな。何でも好きだし。まあ何でも好きなのが一番いいけどね。じゃあ嫌いなものはどうだろう？ない。ないの？いいね。あ、大好物あった。ハンバーガー。ハンバーガー、いいね。結構ジャンクフードとか行くタイプか。だってさ、めったに食べさせてもらえないんだもん。すっごく美味しいのにさ。ミチルちゃんがダメって言うのかな。あ、ひかるちゃんモデルさんだから食べるものの制限とかあるだろうね、きっと。ねえねえ、今月のハバちゃん、ミノルくんのアクセ特集見た？あ、アクセ特集？ごめんごめん、二人のご飯が気になって。ラーメンとフルーツサンドか。え、まだ見てない。ひかる、あやとちり、ハバちゃんは明日発売だから。あ、明日発売なの？そりゃまだわかんないよ。あれ、そうだっけ？もう、ミノルくんの特集か。アナツバキツインズもミノルくんもみんなかっこいいな。ね、羨ましい。モデルのバイトとかあったらよかったのに。かっこいいのはミノルくん、ヒカルたちはかわいい。あ、そうね、それはそう。でもミノルくんって学校と仕事では本当に別人。そういうところ尊敬する。プロ意識高いよね。プライベートと分けてるってことだもんね。わかる。ヒカルには無理、あんな多重な生き方。まあ息苦しいとも思うけどね。多重、二重じゃなくて、学校のメガネ姿くんのミノルくんとモデルのナナのことだよね。すごいよね、そう思うとね。ナナツモリくん、あ、そういえばもうすぐ、あ、サッサくんの誕生日買いに行こう。初めてあげる誕生日プレゼント。何にしよっか。お、防水スマートウォッチ。これがサンリッチだから正解でしょう。お、何？あの、これ誕生日プレゼントなんだけど、おめでとう。君が俺に？うん。嬉しいよ。よかったら、なんか使ってね。さっさくんのために選んだんだ。どう？おお、いいじゃん。さすが君だな。あ、よかったよかった。どう？どうって、俺の好み分かってるなって感じで、すごい嬉しいよ。よかったよかった。こりゃしばらくテンション上がりっぱなしだよ。笑うと可愛いよね、さっさくんね。すごいすごく喜んでもらえたみたい。よかった、やったー。